元谷町公園は仙台市都心部の観楽街、国分町にある都市公園。2009年4月1日、元梶町公園から現象に漢字表記が変更された。旧正の字面から元梶町公園と呼ぶ人もいる。また元谷公園や国分町公園と呼ぶ市民も見られる。当園の地には1952年設置の 行政管理庁仙台管区観察局があった。当時は、同局と道を挟んで向かい側に、かごめの仙台出張所があるなど、周囲は、業務、商業地区であった。1965年に、仙台市東部に、卸町ができると、流通業者を中心とした会社や、事業所が、市内各所から、卸町に移転した。 国分町通りでは移転した会社の跡地に飲食店ビルが建ち始め1970年代に入るとそれが加速して陥落が化かした1972年に本町に建設された仙台第二合同庁舎に東北管区行政観察局が移転すると跡地に当園が整備された園内にはブランコなどの遊具が設置され地面は 土のままという自動公園に似た作りであったが、拡大する東北地方最大の観楽街、国分町に、公園の周囲も飲み込まれていき、飲み屋やディスコが入る、飲食店ビルなどに囲まれた公園となってしまった。すると、園内には、国分町の飲食店の従業員や来外客の、放置自転車が目立つようになり、公園入り口脇に駐輪場が設置されても、改善されなかった。 それでも、1978年に、東園の西隣に、仙台中央警察署、国分町交番が設置されたため、深夜でも、園内の治安は守られた。1997年に、地元から、国分町町づくりプランが提案され、東園の再整備と駐輪場の建設が要望された。2007年度より国分町通りにおいて、水道管、ガス管の更新工事、 共同校新設及び道路改良工事がなされ、2008年からは、当園の再整備と駐輪場の新設が行われた。同年12月6日に先行して、元事町公園地下駐輪場が当園の西部分に開設され、2010年5月29日に当園もリニューアルオープンした。この再整備により、園内の地面は、透水性コンクリート舗装となり、 野外ステージも設置された。当園は、元谷町通に面するが、当園を記載する場合は、邸ではなく、町を用いて、元梶町公園と書いていた。しかし、2009年4月1日から現象に変更され、駐輪場の名称も、元谷町公園駐輪場に変更された。社団法人国分町町づくりプロジェクトによるイベント。ありがとうございます。